唐沢渋は、日本のキックボクサー、プロレスラー。静岡県浜松市出身。ジムやイベントを主催し、フィットネス事業を中心とした、会社、合同会社ミリオンバーツビューティー代表。キックボクサーとしては、シンダム M16 エタイスタイルのリングネームで、M16 東京所属兼主催。プロレスラーとしては、佐藤光主催のハードヒットを中心に活動。 東京都北区にあるランバーソムデート M16 のキックボクシングジム M16 ムエタイスタイルに所属。2010年4月25日、横浜赤レンガ倉庫1号館で行われたスークドラングムエタイ2連の山田博士戦でデビュー。ベストファイト賞を受賞した。デビュー戦からシンダム M16 ムエタイスタイルのリングネームであり、ファーストネームにあたる部分は師匠に習って、 事務名をつけている。シンドムはタイ語で黒いライオンという意味。以後、キックボクサーとして主にバンタム級で活躍。2011年、ライズで行われたライジングルーキーズカップバンタム級トーナメントでは、6カは聖夜に敗れたものの準優勝。1回戦では試合時間残り7秒で逆転小勝ちするという劇的な勝利を収めた。リングネームの表記は、 シンダム M16 ムエタイスタイルのほか、ジム名を横文字にしたシンダム M16 マタスタイルの表記も見られた。2015年11月に師匠であるランバーのジムを引き継ぎ、唐沢市備の名で会長に就任。2018年より、ジム名を M16 東京に変更。2019年より、従来のキックボクシングジムから完全、パーソナルトレーニング専門ジムへと変更。 2016年1月26日、シアタープロレス課長風月に入門。3月13日、無我伝承、東京タアースタジオ大会で欠場者が出たため、急遽、エキシビジョンマッチ5分一本勝負で、プレデビュー戦を行った。5月22日、30分、バトルロイヤルムエ対本後の決定戦が、シアターバビロンの流れのほとりにてにて行われ、 優勝者のムエタイマシン2号が、プロムエタイ選手である唐沢へ対戦を希望。3分間の特別試合を行った。なお、練習生ではあるが、同日はエキシビジョンを含め、全3試合を行っている。6月5日、東京、スターライズタワーにて、高岩隆一と対戦。査定試合に合格。プロレスデビュー戦の相手が、矢号義明に決まると、 6月8日には対策のためマキシモブランコとスパーリングを行った。7月18日、東京、花丸学習会王子衝撃場での親号、吉明戦で正式にプロレスラーデビュー。矢里からは3時が送られた。11月27日、自主興業、M16 プロレーザリングスタイルしょうがないプロレスを開催。12月29日、ハードヒット初参戦。 ダークマッチで、柴田と対戦し、ローキックの速射により4分55秒で勝利する。2017年2月25日、ハードヒットの本戦に初出場。安倍文天に3分11秒、5勝利。2017年5月28日、勝村修一郎と出場した、風流人2017タックリーグ戦において優勝。初代風流人タック王座を獲得した。 キックボクシングも含めて、初の体感。6月25日、スシアンド、河原井和也組を尻溶け初防衛。7月16日、ハードヒット新規場大会で、野村拓也に腕ひしぎ十字固めで敗北。12月30日、ハードヒット、イエス、ウィーアーハードヒットで、同じキックボクシング出身である前口太と孫戦が、決定。2018年7月7日、 ハードヒット、フィフグッド読んだフューチャーで、シュートボクシングフェザー92の元高と、シュートボクシング公式戦を行い判定負け。10月28日、君の寝技に恋してるでは、ダークマッチで試合し、ザグレート玉川に1分14秒で勝利。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名刊2019では、課長風月所属選手から外されており、 この年までに対談扱いとなっている。2019年12月30日、ハードヒットにてキックボクシングルールで安藤正夫と対戦し、TKO 勝利。ありがとうございます。